外で少し風に当たってくるか。涼さん、原崎さんとご一緒でしたか？いや、原崎がどうかしたのか？いえ、相田さんからお電話がありまして、のぞみさんまだ帰ってないようなんです。なんだって？涼さんと会うと言って出かけたきり、連絡が取れないと何回もお電話に。はい、葉月です。くげー、ペリーが待ってる。誰だお前？お前、17番倉庫の奥来る。来てだね、葉月くん。原崎、もしお前来ない、彼女泣く。くげー、原崎に手を出すな。四時間だけ待ってやる。17番倉庫の奥だ。ケケケ。イネさん、ちょっと出てくる。リョウさん。3時にはドブ板を出ないと間に合わないか。バスはもうないな。何か他の手を考えないと。悪い、ちょっと、とても。そうですか。西条さん。なんだい？バイク、貸してください。おいおい、なんだなんだ。とにかく落ち着け。落ち着いてなんかいられない。バイクか。だったら、リオの友達が持ってたろう。伊藤か、行ってみます。ちょっと迷惑かもしれないな。
どちら様？あ、葉月です。あら、りょうちゃん、ちょっと待ってて。おお、どうした、りょう。ちょっと頼みが。そうか、まあ上がれよ。いや、急いでるんだ。直樹、バイク貸してくれないか？バイク？ああ、いいよ。ほらよ。悪いな。あんま飛ばすなよ。分かってる、じゃあな。てめえが今夜の獲物か。何？港の帝王はネズミが嫌いなのさ。しつこく嗅ぎ回るドブネズミがな。ただで通すと思ったのかよ。消えやがったな、坊や。
原崎はどこだ。焦んなよ。その前に俺たちに付き合ってもらうぜ。かかってきな。そこまでだ。え？もうちょっと遊ばせてくれよ、テリーさん。遊び足りねえのか？おい、お前が遊んでやんな。あ、いえ、すんませんでした。は、葉月くん。原崎。大丈夫か？うん、ごめん、私。いいんだ、原因は俺にある。そう、原因はお前だ。お前がテリーか？威勢のいい坊やじゃねえか。ずいぶんうちの門を痛めつけてくれたようだな。坊やみてえなのをほっておくと示しがつかねえんだ。どんなネズミが流札のことを嗅ぎ回ってるのかと思ったが、なかなか度胸が座ってんじゃねえか。原崎は連れて帰る。いいだろう。だが、ただってわけにはいかねえ。何？奉還条件がある。陳の息子の足腰立てねえようにしてもらおうか。貴将？おお、知ってるのか。なぜあいつを。邪魔だからよ。邪魔？真の一派がいる限り、俺たちは港の香港ルートを完全に手に入れることができねえ。わかるな？いいだろう。やめて、葉月くん。ただし、もう一つ条件がある。ん？はは。姉ちゃんを連れ戻すだけじゃ不満なのかい？乱亭に合わせろ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。頭のネジが緩んでるぜ、こいつ。どうなんだ？お前たちが乱亭の手引きをしたことは知ってるんだ。ただもんじゃねえようだな、坊や。乱亭に合わせろ。それなら引き受ける。葉月くん。いいだろう。ただし、貴将を倒してからの話だ。忘れるな。俺はそこいらのチンピラじゃねえ。スカノテリーが口から出した言葉は、重てえんだ。連れて帰るぞ。好きにしな。行こう。クキークキー。ごめん、こんなことに。もういい、分かってる。
足をそう、つかせる。